写真拡大。阪神0の8、ヤクルト、19日、甲子園球場。阪神は大差で迎えた終盤、スタンドには空席が目立った。それでも残り続けたファンは最後まで声を枯らした。9回1失1、3塁の好機。ファンの切なる願いは届かず、大山、代打中谷は共に力なく凡退した。最下位に沈んだ昨季に並ぶ14度目の完封負けで7月20日以来の5位に転落した。21日広島戦、甲子園に敗れるとCS 進出の可能性が完全消滅する。矢野監督は期待に応えられていないというのは悔しい、残りの試合で返せるように頑張りますと懸命に前を向いたが、決定打を欠き守備も乱れた。心が折れそうな試合内容だった。2番には上田をプロ初のスタメン中堅で起用し、近本はプロ初の3番に置いた。1番木浪を含め機動力のある3人で得点の糸口を模索。いずれも安打を放ったが流れを作るまでには至らない。矢野監督は小川に対してすごくいいとは思わない、早い回に点を取れれば変わったんだろうけど結局ズルズルいっちゃった。9安打を放ちながらまたしても繰り返された決定力不足を嘆く。99個目失策、守備もほころんだ。投手陣は11年4月16日中日戦以来の4暴投、今季チーム99個目の失策となり、最下位に沈んだ0年以来となる3桁失策にあと1に迫った。清水ヘッドコーチは本人たちがどう受け止めるか。99個のエラーを来年はしたくないと思って練習できるか、それだけと選手の自覚を促した。3位広島とは3ゲーム差、ここまで来たら相手は関係ないんで僕たちの野球を精一杯やるだけ。残り6試合、声援を送り続けるファンに最後の意地を見せられるか。